最終日2番からですね、柏原アスターです。東大のグリーン、そしてフォローの風の中、うまく手前から距離を合わせてきました。3番です、朝日翔子。今日は奥に切ってやる金、勝手に行くにつれね、上りが強いんですけれども素晴らしいパッティングでしたね。同じく3番の天本遥か、ロングパット、かなり右から左へのね傾斜を読んでのパット、素晴らしいです。8番です、外からキックしてみた、難しいラインでしたけれどもね、ね、ボールが沈んでいて難しいかなと思ったところからのチッピンバーディー、嬉しいですね。ここは14番の神谷空、距離があります。神谷さんのパッティングはこの最後の一転がりスーッと伸びてくれてね、カップに沈めるシーン多くありましたね。最終組の2位優香、14番です。うん、なかなかねトップを行く2人、岩井さん、西郷さんと ね差が縮まらなかったんですけども、ね、素晴らしいパッティングでした。16番の菊池恵梨花、よく決めました。いや本当崩れそうで、またこの長いパットが入ってという菊池さんのね粘りが見えましたよね。そして天本ロングパット、今日これで映像でも2つ目。そして18番パー5の高木優奈、このセカンドです。徐々にティーは前になっているという話でしたけど、かなり多くの選手がねツーオンしてくるシーン映ってきましたね。ピン越していきまして上からのイーグルパットになりました。